映画にならない部分とかね、エピソードしかないんじゃないですかね。あの顔だからね、まあその類の人かなと。鹿って言っても大きいですからね。1日2頭を取ったことがあるらしいですよ。これは熊、自然が神様なんだっていう。ここで倒れたのか。リオマーティンの時より3つだもん、写真見たら。ああ、そうか。惨めだな。山も川も海もみんな荒れてしまったんだ。七つの火の予言で最後の願いをアイヌに託すって、やっぱりちょっと寂しいなっていうのはちっちゃい時からあったので。やっぱり伝えたいものがあって丸木舟を作ってると思うよ。みんながこう 闇と光のところを交互に歩いているような世の中の中で光を持ってますよね、常にね。行き着くところ、そこがもう一番のテーマだね。人類が生き残れるかどうか。